お待たせしました、2組目のオープニングコンサートを始めたいと思います。谷川健作さん、小室仁さん、小室結さん、川野俊二さんで極友イノセンスバンドの皆さんです。お願いします。皆さんこんにちは、極友イノセンスバンドです。こんにちは。なんじゃそれはと思いの方がほとんどだと思うんですけれども、極友というドキュメンタリー映画だったら知っているという方はおいでになると思うんですが、その極友キム・ソンウン監督が作られた、冤罪と戦っているあの未だにあの不当にも無実が晴らせないでいる皆さんをドキュメントしたものです。狭山事件の石川さん、袴田巌さん、そして足利事件の菅谷さんも今日おいでになってると思いますね。極友その極の友ということで極友とみんなあの呼び合ってるんですよ、お互いを。その極友という映画をキム・ソンウン監督が作りました。多分ブースあっちの方にあの極友のブースがあると思います。関心のある方は後でそちらに寄ってください。極友の映画の音楽をしたのは担当したのは谷川健作です。それでは その極友の映画に関わり合った者たちというもので私たち、パーカッション、川野俊二、そしてボーカルウクレレ、小室結。こんにちは。はい、ということでちょっとの間やってみます。ロックというのは本当に強いなと思って打ちひしがれながらも気持ちだけは負けないぞ、負けないみたいな感じでやってきます。どこかで誰かがきっと待ってくれる。雲は焼け道は乾き、火はいつまでも沈まない。心は昔死んだ。こともない昨日なんか知らない。今日は旅を一人けれどもどこかでけれどもどこかでどこかでお前は待って、お前は待っていてくれる、いてくれる。きっとお前は、きっとお前は、お前は風の中で、風の中で待っている。誰かがきっと待っていて
くれる。血は流れ川は裂ける。痛みは生きている印だ。ふるさとがない泣くやつは誰だ。この上何が欲しいけれどもどこかで、けれどもどこかでお前は待って、お前は待って、ありがとうございます。もう何十年も前のことでしょう。木枯らし紋次郎という、テレビドラマ市川崑監督が、手掛けまして、それの主題歌を僕が書かせていただきました。紋次郎ね、足にはかかりのねえことでございますとか言って冷たい素振りを見せても、最後には己一人で悪に立ち向かい、一件落着するともうその 村から明け方には消えてしまうという、これはボランティアの鏡のような人だったんじゃないでしょうか。さあ、それでは次です。次は、戦争直後45年46年ぐらいに作ったのかな、黒田三郎さんという詩人がおられました。戦地から現地召集を受けて、そして日本がすぐ負けて、命からがらふるさとの鹿児島の焼け野原、空襲の後の焼け野原の第一に立った時にこの詩が生まれたそうです。当時の日本は当然のことながら、特に男は、道といえばたった一つの道、お国のため、天皇のため、命を犠牲にして突き進むたった一本の道。でも黒田三郎さんは多分こうお考えになったんだと思います。帰ってきて焼け野原のふるさとの大地に立った時、道は一つじゃなかったじゃないか、思われたんだろうと思います。黒田三郎さんの道という詩に曲をつけました。いろんな世界には音があります。どの音もいる権利があるでしょう。でもあっちで鳴ってる音には気持ちは負けません。それは美しいおばさまの家へ行く道であった。それは木いちごの実る森へ行く道であった。それは夕暮れひそかに電話をかけに行く道であった。崩れ落ちた街の中に道だけが昔ながらに残っている。忙しげに過ぎてゆく見知らぬ人々よ、それぞれがそれぞれの中に違った心を持って、それぞれの行く先に消えてゆく中に、僕は一個の荷物のように置き去られて、
僕は僕に与えられた自由を思い出す。右に行くのも左に行くのも今は僕の自由である。昔ながらに残っている道に立ち、今さら僕は思う。右に行くのも左に行くのも、もう自由である。右に行くのも左に行くのも今は僕の自由である。右に行くのも左に行くのも僕の自由である。右に行くのも左に行くのも3部作、狭山事件の石川さんの、ドキュメンタリー、袴田巌さんのドキュメンタリー、通じて、谷川健作さんが音楽をやって、そのどの映画にもテーマソングとしてちらっと出てきたりするんですけれども、極友のテーマソングでもあります。これはね、正式なタイトルがいろいろあるんですよね。極友の友情に結ばれて今日は友情に結ばれてとしておきましょうかね。それで、でも これが小倉さんが言ったタイトルが今日のタイトルです。わかりました。友情に結ばれてという極友の、インストゥルメンタルテーマソングをやってみます。面白いことを発見しました。何でしょう。何でしょう。後ろの方で鳴っている、そちらには聞こえてないかもしれないんですけど、すぐ後ろで凱旋のスピーカーでわーっと音楽が流れてきているんですが、これに今僕は音で対抗しようと思ったんですが、対抗せずにこれに小さな声で僕が歌うと、むしろもっとよく聞こえるということを発見しました。
聞いて分かる通り、音楽っていうものは音楽で戦争にも連れて行きますので、本当に信用できないものだと思うんですね。僕らがここでやっている音楽も無防備に信じない方がいいですよね。
はい、そんな、はい、歌っておいて。あのね、大事なことは無防備にっていうことです。無防備に信じてはいけない、何事も。そして自分が変だなと思うことがあったら、変だということを発する勇気を持ちたいなと思います。はい。そして憲法を変えようなどというのはやっぱり変なことです。これは本当に僕たちは偶然でも何でも、とにかくこんな宝物を得たんですから、これを変えようなんていうのは本当にとんでもないことだと思います。それでは極友の音楽をやった時に、キム・ソンウン監督がですね、ウィアーザワールドみたいなものを作りたいねとかっていうことで、そんなもの作れるわけがないでしょうって言ったんですけど、作れちゃったんですよ。それで30人近いミュージシャンが集まってくれて、みんなで主題歌をやったんですが、それで CD にしようっていうことになってね、 CD にしようっていうことになったら1曲じゃ CD にならんだろうっていうようなことで、またミュージシャンに募って1曲ずつただで録音済みの音をくれということで、ほとんどの皆さんが曲を提供してくださいました。で、僕は六文銭というグループをやっています。ありがとう。うわ嬉しい。さっきの右に行くのも左に行くのもっていうのは、六文銭の自由というアルバムの中に入ってるんですが、それには入っていなくて、この極友の作った CD の中にみんなで1曲ずつ提供しようということで、六文銭は1曲作ってしまいました、曲を。それをやってみます。この道を行くのは、声を殺してこの道を行くのは、寂しくはないか、寂しくはないか。しまった言葉、さっき君は黙ったみたいに、昨日父や母がうつむいたみたいに、だけど声を殺してこの道を行くのは、声を殺してこの道を行くのは、私たちは歌っているのだ。私たちは
私たちは歌っているんだ。ありがとうございました。それではラストソングを、宇治木さんにも勘太郎さんにも混ざっていただいてやっていきたいと思います。問題はこの歌の全貌のことを宇治木さんたちは分かっておりません。いや分かってますよ。分かってる。私レコーディング探しましょう。あ、そうでした。ちょっとそうでした。兄さん勘弁しかないよ。そうでした。問いながら、はい、宇治木さんは声をかけて井の一番にあの駆けつけてくれて、参加してくれました。で、全貌が分かっていないのは内田勘太郎さんでした。勘、はい、ちゃん大丈夫です。いつもあんまり分かってなくても やっちゃいます。そうす、分かってない方がいい。そうす。今日もいきなりやった曲があります。大丈夫です。そうなの。いや、小室先輩と一緒のステージに立てるのは本当に幸せですね。ありがとう。ちょっとあの言われました、はい、あの下がっていったらうちの奥さんに、はい、今日は力入りすぎてるって。なんかでも力入っちゃうんだよ本当に。みんなすごいぞ。あのまあほとんどの人あの知ってると思うけど、ほとんどの人は知らないか、相当の人が知ってると思うんですけど、勘太郎さん、勘太郎さんがですね、急きゅうなんかあのギターを言わしてるんですけど、あれはねボトルネック奏法といってね、この左手のあそこにあんなね、あのウイスキーの瓶の上の方を切り取ってあんなことをするんですよ。ほら何をやってんの。はい、あなたの音の方がいいです。あっちはどうか分かりませんが、勘太郎の今の音は平和の音です。はい、はい、あ、そう、あの君が言いなさい。はい、あのこれから歌う極友の、まあ、主題歌というかテーマソングになっている歌を歌いますが、その歌が収録された今ひとしさんも言ってくれた、真実事実現実あることないことっていう CD が極友の、健作さんが作った作曲したサントラやら。詩は誰ですか。谷川俊太郎さんです。作曲は誰ですか。小室です。そして30人のミュージシャンがあの変だっていうことに賛同してくれて作った CD があります。それあっちの方の角度の極友のブースに売ってます。でその CD は売れるとあの全て売れたお金は全部演奏被害者の方のために使われるようになっておりますので、ぜひブース覗いてみてください。我々は魂は売らないですけど商品は売ります。イエイ、魂売ります。そうです。もうどなたに買っていただいても全然構わない。魂は売りませんけど、はいはい、うっかり魂売りそうになっちゃう時あるんだよ俺。でも踏ん張ってる今のところ、はい、さあそれでは、主題歌です。真実事実現実あることないこと。
ントの事実と代わりの事実、二つの事実が言葉のおかげで現実、それがじりじり犯し始める真実。黒なのか白なのか、ペンは知っているはず、うちだっておそらく知っている。でも己はどうか、他人の言葉の網に絡め取られて、自分の言葉がもがいてる。よよよよよなかったか、あったのか、なかったんだよ、あったんだよ、どっちだ、はっきり言ったことがあったとされて、あったとされちゃうんだよ、ないんだよ、ないんだよ。覚えていることを忘れ去られ、忘れんだよ、あることないこと、こんくらがって上がりすぎなんだよ。いくつもの事実へと、いくつもの事実へと遡り、ついにただ一つの真実に至る道は、信じて夢見ることから始めるしかない、信じて夢見ることから始めるしかない、しかない、信じて夢見ることから始めるしかない、信じて夢見ることから始めるしかない。本当にするのも言葉、言葉頼りすぎるな、言葉は人の都合で変わる、変わるんだよ、本当変わっちゃうんだよ。嘘が本当の仮面をかぶり、剥がせ仮面剥がせ、嘘の素顔は闇の中、闇の中、嘘の素顔は、嘘の素顔は闇の中、ボーカル藤木剛、ボーの谷川健作、パーカッション川野俊二、ボーカルウクレレ小室井、そして小室仁志でした。小室さん、ありがとうございました。僕ともイノセンスバンドでした。ありがとうございました。子供団の皆さん、極友イノセンスバンドの皆さん、ありがとうございます。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。ではここで本集会の前にご案内です。のぼりを立てられている仲間の皆さん、本集会始まります。後ろの方が見えないので、のぼりをですね、下ろしてください。そろそろ目印になっているんですけれども、集会始まりますと後ろの方が見えないので、のぼりを下ろしていただくようご協力をよろしくお願いします。